こんばんは、手作りパンの山近です。今日は新しい学校のリーダーズ入学校 GLC のルームツアーをしたいと思います。それでは行ってみよう。ここが私たちのお部屋ですね。2人1組のお部屋になっております。オープン。はい、入り口にでっかい、なんだこれ、ロッカールームみたいなやつがあって、クローゼットっていうのか、これで、ちょっと物を置いてしまってるんですけど、一人一つこの机があり、愛しい、扇風機がついてるんです。そして冷蔵庫、さらにはドライヤー、ケトルまで電化製品が激アツとなっております。一人一個クローゼットあるから。そうなんです、こっちははっちゃんのクローゼットです。そしてベッドです。なんかあのシモンズのような色使いで、結構おしゃれなベッドになっております。ちょっと寝心地いかがでしょうか。こちらに寝てもらってどうですか、どうですか、寝ました。寝ました、あちゃんちゃんなんて古典的な、はい、こんな感じでございます。わー、ビルビルだね。これ向かいにも多分泊まれるところがあって、そのホテルですかね。お願いします。はい、お願いします。バスルームですね。こちらがバスルームになっております。はい、こちらシャワーのカーテンですね。めくっていただくと、じゃ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 ん、おお。まあ、このようにシャワーがあるよと。水圧チェック、はい、水圧チェックお願いします。水圧チェックあります。今32度なんで多分大丈夫なんで。おっ、え、嘘、あ、いいよ、いい音じゃん。これ全く問題ないじゃん。問題はありますねどの点が問題でした。あれ臭い水が臭い、なんでこれ言ったらすぐ交換して、交換、すごい、なんかすごいいっぱいろ過してくれそうなすごいね。出していきたいと思います。はい。います。いい外式なのよ。これと。うわ、すげえ。この広範囲で水圧は、うん、マジ日本と同じ。すごい対応早かったね。激早でしたね。素晴らしい。これでお風呂も問題なしということで。そしてトイレはこんな感じです。ユニットバスですね。便座も降りてトイレットペーパーが。なるようになって、こちらゴミ箱に、もうフィリピンは全部このゴミ箱式です。このゴミ箱にあの、ま、何でしょう、浮いたやつを捨てるという。ただあの一応前回のところは蓋がなかったんですけど、今回ついてるということで、ま、匂い対策もできるという感じですね。このハイヤーの冷蔵庫の中に水ですね。1人2本ウェルカムドリンク、お水をいただきます。はい、というわけでこんな感じのお部屋で、これから語学留学頑張っていきます。それではご視聴ありがとうございました。以上、手作りパンの山近と初でした。ガネガネありがとうございました。